さんに来た。痛い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 やでも空いてるぞ。ブルークとキリト、スマイル、キレンだ。今回やっていくのはマイクラソクリオー伊能忠敬。わあ、これタイトル墨括弧伊能忠敬なの？あ、そうそう。え、ガチ。どうやってソクリオしたんですか、伊能忠敬さんは。もう一回言って。え、伊能忠敬さん。あ、伊能忠敬さんはあの、まあ、なんとね、日本地図をね、なんか初めてちゃんと作ったみたいな人なんですけど、はい、まあ、なんかね、はいはい、歩いて測量したらしいんで、江戸時代に、ね、歩く、はい、江戸時代に超正確な日本地図を作った。そうそうそう、やばいね、絶対嘘だと思っちゃうよね。ね、でもあるんよ実物が。まあそうなんだよね。それってなんだろうね、一歩歩いてこっちに一歩歩いたんだのか、なんか100歩ぐらい歩いて一歩60センチだからみたいな、どうやってんだろう。なんかメジャーとか使ってんじゃない。なるほど、江戸メジャー、江戸メジャーあるよ多分。江戸メジャー、それをまあマイクラでねやってみようと。なるほどね。でもまあマイクラ優しいんですよこれ。1メートルの四角でできた世界なんで、あ、まあこれよっぽどね伊能忠敬より完璧な地図が描けるんじゃないかと。なるほど、ね、で伊能忠敬ならね、僕たちが立ったかだからな。まあちょっと大きめの島にいるわけですよ今、端っこに、うん、いますね。でまあここにね4人が召喚されてとことこ歩いて、で地図をね、まあ、ペイントで描いてみようと。一番正確なやつが伊能忠敬です。なるほどね、はい、忠敬ね。じゃあ30分間いきますか。よーいスタート。おい、こんないきなり放り出されてもよ。ね、まずね、違う、これ南北の長さをなんとなく測らないと。いやいや、自分の地図の中でのこれぐらいがこれぐらいって決めた方がいいよね。そう、これね、実はとりあえず一周するんですよねこれ。そうなんだよね。え、本当に。ああ、とりあえずね、多分一番北ここです。はい、一番北を見つけました。ここが一番北でしょ。で一周して完璧に覚えて、であとガーッと一気に書く。できる。ガチガチガチ。ノーキンいる、ノーキンいる、ノーキンいる。ガチです。思ってんだ。いや多分だけど伊能忠敬一旦一周してね。確かに無理だな。ガチヒーローだけど大丈夫これ。ガチヒーローだな。一旦一周する。まあ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 、まあ、一旦一周するわ。これボート作っていいんですか。ボートいいんじゃないですか。あ、オッケーです。作った方がいいですねこれは。これ時間も使っていいのこれ。え、いや時間止まってるよ。いや、あの自分が何分走ったからみたいな。ああ、いいじゃん。あ、じゃあそれをやるんだよね。そうだ、そうだね。それでやってもいい。うん、え、なんか感覚でやった方がいいんじゃない。あの海岸線破壊して帰るのなしな。あんまないから現実で。伊能忠敬しっぷりでちょっと乗って。あ、ここでも最南端感ある。金時で。多分そこだね。最西端に来た。いと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 いえ、これ広くない？ここが最西端だ。ねえ、誰ここのマップ選んだの？でもちょうどいい、ちょうどいいと思うだ。ねえ、そんな広くないでしょ。これで広いとか言ってるやつ、伊能忠敬舐めてるだろう。確かに。なんとなく日本地図やってんだぞ、ここ。ああ、なるほどね。ここが最西端ね。一周してきた、一周してきた、もう。一周してきた、ニキだわ。あ、もうこんな形できるの？とりあえずね、大まかな大きさ掴んで、そっからディテール埋めていくって感じ。やばい。いやん。難しすぎるこれ。よし、とりあえず一周したんで書きます。え、まあまあ、それを何回も繰り返していく。そうあー、それもね賢いね。大まかな把握したい。賢いお返し申す。はい、これです。はい、これです。ここでこうなって、やってるわ流行りに。ちょっと初期です。なんか目印でお金無理なんですけど。それ覚えるでしょ。お任せます。覚えれないから言ってんじゃん。これ覚えれないだったらさ、もうきつくないっすか、測量。測量センスないね。弟子になれねえぞ、そんなんじゃ。いねえよ、もう。死んでるんだわ。魂は受け継がれてんだよ。いや、でもなんとなくの形をまず頭に入れることは大事だわ。それは大事、マジで。そうなんだって。で、言ったよね、俺ね。ここから、ちょ、うるさい、黙ってて、今、測量してんの。これでよくない、ね、形、これ。あ、いいじゃん、これでじゃん。ここから、ここはもう限られてるのか。いや、広、こんな、え、まあ、こんな広い。
まあ、言うてもこれ井戸高なら戦うなら1日でいけるよこれ。確かに、うん、それはそう。あまりに10分ってことでしょ、マイクラ時間の。そうだね、10分ぐらい。やばすぎ。10分10分で、ここが最北端で俺らそれを30分でやろうとしてるから、まあまあ順位を戦ったかって感じ。確かに、うん、伊能忠敬ほどにはなれないよ、まあ、それはね。さすがにね、おごり高ぶっちゃいないですよ、我々、ね。おかしいわ、ほんと。くそ。おい、めっちゃ作業モードやん、これも。雑談してやんないよ、納得量な。そうだね。いや、でも伊能忠敬は雑談したかもよ。本当に。さすがにだって何年もかけてるでしょ、あれ。何雑談すんの？なんか、この海岸線、めっちゃリアスみたいな。キモ。めっちゃリアス。キモ。でも、なんかマジでこんなんじゃん。あ、今妥協したね。いや、ずっとしてるけど。別に別にね、うん、別にこの瞬間だけをしたみたいな感じやめて。あ、ごめん。なんかさ、測量日本全国回るんでしょ、普通に旅行的な感じじゃないもん、うん、あ、そうかもね、ノリ的には。なめた発言してない、え、大丈夫。いやいやいや、まあそういう楽しみもありつつやったんじゃねえのっていうね。まあね、やっぱ何事もさ楽しみながらってのは大事じゃん。そうそう、信者いるんだよな、どうだろう。あ、こうして、あ、ほらほら、あ、こういうことができるんですよ、ペイント 3D。 なに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 すんの、裏技？裏技ですよ。めっちゃ気になるけど、めっちゃ気になるけど、いいの一旦ね、こんな感じで、はい、よし、じゃあちょっと本格的な測量を始めるわ。なんか強そう。今一旦ね、一旦大まかな測量をしたんで、これなんか、本当に足で測ってる、俺目でしか測ったいんだけど、距離。いやー、じゃあ俺めっちゃ正確にやるわ。本当に？まあやり方はね、それぞれですけども。おい、邪魔だよ。なってなんか邪魔になって、ただ邪魔だよって言いたい人やん。おい、邪魔だよ、どけよ、通れねえだろ。クソ邪魔になってねえわ、通れねえだろ。ああ、ありがとな。違う、俺こっから痛すぎ。ああ、なになになに、すいません、まあね、測量の旅結構危険だからね、まあまあ、測量中に海賊はいるよね、俗に襲われました。死んだアイテム回収すんのだるいんだけど。取ってないよね、まあ、が死んだらアイテム回収しないといけなかったからね。確かに、伊能忠敬も死んだ後は死んだ場所に戻ってたんか、初期スポから。やっぱりそろそろノリと勢いでちょっと書こうかな。まだ書いてなかった。いや、書いてないんだ。書いてるよ、書いてるけどさ、今んとこめっちゃ精密に書いてんの。はいはい、で、ちょっと今イライラしてきたからガッてちょっとやりたいなって。精密なとかある。あ、お前舐めてんだ、やっぱ伊能忠敬。いやいやいや、いや違うな、俺分かったぞ。あー、え、なになになに、あぶねー、怖いんですけど。ワニマ歌ったんかと思った今。あー、どれだけ過去が辛くて。あーかと思ったわ今。癖強いな、急にワニマ歌わんよあんま。ちゃんとこれ船とかじゃねえわ、足で測んないと。そうだよ、ここがまあ正三角形みたいなぐらいの角度ですかね。正三角形、三角砲でも使ってんのかお前。やばい、専門的、三角測量です。本格的な測量してる、こいつやばいぞ。惜しいことしてんな。違う、何これ。ああ、なんだなんだ、ちょ、ワニマ歌っちゃった。細けえって、ここでもさ、そんなチビチビ端からやったらさ、全体考えた時にめっちゃずれん。めちゃくちゃずれるね、そうなっちゃうよねやっぱ、うん、ブルークがずっと静かに集中してんだよ、ね、なんかね、何してんのこいつ。書いてんだよ。いや、まあそうなんだけどさ、とこんぐらいかで、こっから、なんかめんどくさくなってきた。何をしてるんだお前は、さっきから。地図書いてる。いや、そうなんだけどさ、地図を書くという行為の理由について疑問に思い始めてきた。そう、そうか、俺は本当に何をしてるかが意味わからない。完成。早すぎ。早くね。これで確認作業ができるんですよ、ここから。それね、伊能忠敬はできないんだよね。そうなんですよね。それ無理じゃん、だってさ、橋九州とさ青森とか合うわけなくねえな。合うわけない、合うわけないよね絶対。いや、なんかうまいことちょろまかしてるところはあんじゃない、さすがに。ちょろまかしね、ちょろまかしね。ここ何、ちょっとめんどくさい、マジで。一旦適当に書くね、いい。ああ、それ終わりの始まりです。でも、ああ、ちょいずれてん、ちょいちょい、はい。だいぶずれだなこれ。ああ、まあでもええか。おー、いいんだ。でも、伊能さん。いいんか？こんな気持ちだったんじゃない？できてさ。でもさ、まあ、あれもさ、めっちゃ引いて俺ら見てんじゃん。うん、でも、めっちゃ拡大してみたら、あなんだ、結構合ってないやん、みたいな。なるかも。そうそう、なるか。合ってるかもしんないよ。こんな、真っ最後で数えてるお兄さん。
数えてねえよ。数えてねえ。もう直線で行っちゃおう。牛歩すぎだろ、それはあまりにも。これでさ、左右、左上で合わなかったら俺もうどうしよう、大パンしちゃうかもしんねえ。だからそうなるんだ。普通に合わないよ、多分それは。多分合わないんだよね。で、この辺で一回ね、上の海岸線を作ってる時に下側の海岸線までまっすぐ歩いてみんの。それで自分の地図の、めちゃめちゃ正確なんだけど、やばすぎる、びっくりした今。本当に、ちょ見てほしい。おりますが、本当にそんなびっくりしました私。ちなみに時間が足りません。どうやったら正確って分かったのそれは。ちょうるさいうるさい。1、2、あもう無理だ、ここから適当にやろう。ヒントチちゃんもう暇でしょ。うん、誰ヒントチちゃんの地図はどうなの。もう完璧よ。完璧です。え、マジの感覚地図なんで、完全感覚地図なんだけど大丈夫かな。完全感覚地図マジで一歩も測量してないかもしれない一歩も測量してない。お前タイトル忘れたか。いや数えてはいないけど、その心で測ってる。なるほどね。で一回くぼん、何をして、本当に三角測量してんの。え、いや、ちなみに俺三角測量って何か知らないよ。いや、俺もわかんないけど俺もわかんないけど、俺はただ三角関数をなんかブツブツ言ってただけで、多分三角測量ではない。明らかにでかいもんな。でもこんなんさ、無理じゃない。だって横幅が違うのもう悪いじゃん。だって割れすぎたね、良くないよ何笑ったこんな、何笑ったの今。今愚かだなって。ああ見てろって結果でここはこれか。おい、目の前で飯食うな測量の邪魔だ。あ、いいじゃんね。待って、俺まだ半分ぐらいなんだけど。あ、適当にやなきゃ。あと5分ぐらい。やばい、最後めっちゃでっかくビューって直線でつなげるかもしんないそれは見たい。ちょっと強すぎだ。おで行商人来たぞ。お、何言ってんの、ペンとか地図、地図くんねえかな。おい、もうそいつが伊能忠敬だわ。じゃあ言ってないです、無能です。無能忠敬。あ、終わった、もうやめようかな。なんでだよ。え、ここのさ、ここの特徴なさすぎる海岸線で、こっから45度来たわ。45度ボーナス。うわ、なんか余裕なやついるな。避けて、お、避けて、避けて避けていく。あー、犠牲になって、遊んでるやついる。一旦ちょっと目印をつけて、でさっきの地点までの雰囲気を感じて。これがそこか。残り時間は、多分あと2分ぐらい。あとじゃあ3分にしよう。オッケー、ここから3分。やば、ここ3分で測量無理だって。やめろ。あれ、俺のボート壊した人いる、はい、あれボート違う人のか、これ。なんかこれ合わないな、計算が。そこ待ってさっきまで完璧だった男が。待ってちゃうねん。ゴミでこつばで推進力を得て。うるさい。三角測量からこれだ、三角測量までできた。完成です。あと1分です。オッケー、もう終わり、できた。終わり。集めたけど、これでいいです。待ってください、あとどれぐらいだろう、わかんないけど、なんかもう、いや、東は適当で。できました。できました。せーので行く、日本列島せーの。いいですか。まあ一人ずつじゃね。一人ずつ行こう。誰から行く。自信あるよ、僕は。本当に、じゃあどうぞ。自信ある人から行く。自信あるやつ取っとこう。俺一本を、数字使ったいんですけど、いいですか。ああ、いいっすよ。いや、もうそれ言ったら俺もだけど。自信あるやつから先行った方がよくない。どっちだよ。じゃあ行けよ。じゃあ行きます。はい。まんまです。これがまんま正解です、これが。なんかすごそう。めっちゃ濃いさ。色がなんかさ、何？左上なんかグリグリグリってなってない？何？それでグリグリグリってなってる。色とか太さ違うかな、なんか違う。解像度低い場所あるし。これはそういうことなの？そういうこと。解像度が低いですよっていう。西側解像度低い。最初の正確にやったのどこなのこれ？いや、この最後の左上のあそこだけだよ。ちゃんとやってないの。他大体ちゃんとやったよ。まあみんな、でもそこまで驚いてたから大体こんなもんかな、みんな。うん、なるほど。まあ。じゃあ次自信ある人。もう切るよ。もうないね、ちなみに。まあいい。ちゃんとやったでしょ。ちゃんとやったならいい。ちゃんとやった部分もある。
ゃあいいよ、見せてやるよ俺の地図。これだ、やっちゃえよ。おお、めっちゃ似てるな。似てはいるけど、似てはいるけど、上らへんがちょっと違うか。まあ、あのね、ちょっと南西側だけですよね、ちゃんと測ってたのは。あ、なんかちょっと色、お前もじゃん、お前もやんけ。なんで濃さ変わる、なんでこうなる。まあ、これ直線で書いてたんですよ、最初は。あ、で、あの西端に着いたぐらいで残り10分ぐらいになって、あ、フリーハンドで行こうってなって、そっからフリーハンドで東端ぐらいまで着いて残り2分ぐらいで、あーってそっからは書いた。でも、なんとなくね、なんか雰囲気が大きく外してない気がする。ちょっと近い感じはしますね、これ。じゃあいいですか。まあ、どうぞ。いきます。え、おい、おい、何見てる？知らないくぼみあるんだけど。まあ右上のはわかるよ。まあまあまあ、左上にそんなあ、まあ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 、まあある、うん、にはあるけど。まあでもなんか大まかな形がだいぶ違う感じはするよね。縦横比とかね。まあまあまあ。これは目測測りですか。まあ、目測ですね。なるほど。はい、じゃあ期待の行かせていただきます。先生。はい。期待の金時。こちらです。2代目伊能忠敬。おおおでも悪くないな。まあ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 。まあまあ、これ見たら別に全員平均してなんか意外と悪くない。そこまでブレてる人はいないよね。確かにね。これどんな感じなん。気になる。じゃ答え合わせ。はい。ください。地図作り班いきますわ、じゃあ。はい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 。持ってきましたと。本当の地図ができたということで。うわ、はい、気になりますね。楽しみすぎる。どこだ。まずここから行きます。それどこだ。まあ、それ外じゃん。で、こう。おっとなんかスマイル。あるんだ、あるんだ。でも長すぎるな。長いね。で、こう。あーらー。こう。はい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 。お、結構、あ、そう、北海道みたいな感じなんだ。あ、そうなんだ。はい、こんな感じでーす。すげー。すげー。僕、うますぎん。ブレック、うま、まあ、キリアも結構。まあね。確かに。俺ときのときは西側ミスった感じかな、ちょっと。西側すごい、ビヨン。ビヨンすぎる。西側伸びすぎだろ、お前ら。伸びすぎ。後から西側やるとこうなるんだったら。あそこは確かにね、伸ばしてっちゃうよな。僕も最初、その、金時スマイルみたいな感じになったんだよね。で、この最後残り左上の4分の1見たときに、高さ合わねえなってなって選択して上に伸ばしたんだよね。だから解像度がちょっと違ってて。なるほどね。あ、なるほど。そんなテクニック引き伸ばしたのか。あのペイント 3D 特有の手法ね。そう。俺も使いましたよ、それ。ちょっと横長にするとかね。あったのか。あるんすよ。やっぱ現代の伊能忠敬だから。なるほどね。そういうところも使わないと。はい、はい。ウルックとキリアン足して2で割ったら。確かに。いやでもどっちだこれ。この東の花の位置的にキリアンの方が合ってる気がするんだよね。うん、ブルックと花の位置が上すぎる。そう、ブルックの最後にグワーってやった部分が割とあまりにも違うよね。そうね。確かにね。全体的なバランスとかで言うと、なんか一番複雑だった左下を一番ちゃんとやってたキリアンが強かったのかなっていう。結構近いんじゃない左下の部分は。ね、いやでもやっぱり伊能忠敬とかもさ、ね、こう遠くから見て、確かにね、合ってるみたいなところがやっぱすごいと思うんですよ。なるほどね。じゃあブルーク伊能をあげるから俺タダタカもらうわ。ああ半分とタダタカね。オッケー、うん、合わせて伊能とタダタカだ。いやすごい。そう結構いやまあでもスマイルと金時にもウとカズツぐらいあげる。俺タダタでいいや。タダタね。あと金時だけじゃなくて点打ってるの。点打ってるから。そうだ俺だけ点があるからね。確かに。ああ。あるよ調査に値するんだし、それね。いやでもこの海の内側だけを測量するって話だから。ああごめん。いやなんか意外と面白かったっすね。すげえ、ね、ちゃんとできるんだね。いやでも海岸線だけでこんなに大変なのか。確かに、ね、よく考えてみてください。これ30分かけてこんなだったやつを、まあ、20秒ぐらいでこれできましたからね。やっぱ人工衛星ってのはすごいんですよ。人工衛星なんだ。そうなんですよ、これ人工衛星から送られてきたデータなんで。じゃあ僕たちの努力無駄だったってこと？いや違うのよ、こういうのがあって現代技術につながってるってことだから。あ、無駄とかない。うちらの現代技術ある今うちらやったこれは何かにつながる？いや無駄。あ、帰ろうか。
やろうか。飛行機で。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。